まず最初に私が所属しているストレージチームについてですがストレージチームはサーバーチームの一部のメンバーが担当していますサーバーの開発者がストレージの DBA の役割も担っています具体的にはここに書かれている通りレディス HBase ログアグリケーションログ収集ですねこの3つのパートに分かれておりそれぞれ45人の担当者がいてお互いに連携しながら ラインのストレージを作っていますまた、えー、物理的なサーバーは対応してくれるインフラチームがいますので我々は、えー、あくまでミドルウェアレベルの運用とそれに関わるコードレベルの開発に集中できますさて今回話す内容ですが以下の通りですまず LINE ストレージの概要を説明した後にサービスの可用性を高めるためにストレージレベルで行っている工夫について紹介します そして私は h b a s 側の担当なので h b a s に関した詳細について話します最後に今後の課題を話して私の話は終わりになりますまず LINE のストレージに関する概要を紹介します LINE ではユーザーが送受信する一つ一つのメッセージをストレージに格納していますこれはなぜやってるかというと まず、ユーザー同士の非同期なメッセージのやり取りを実現するためです。メッセージの受信者がオフラインになることもありますし、送信者自身もメッセージに対するステートを受け取るときにすでにオフラインになっていることがあります。こういったことを想定して、ある一定量のメッセージをサーバー側に記憶していく領域が必要でした。ただ、これだったらメッセージ Q のようなもので十分なんですが、LINE では当初から マルチデバイスや PC 環境を想定しているので各デバイスの LINE が同期するために必要なデータを安定に保存しておくストレージが必要だったというのが理由ですさてそのような LINE のストレージにはどのようなことが求められているかといいますと2つ挙げましたまず低遅延メッセージサービスなので速さがとにかく重要です 具体的には、数億ユーザーの任意のデータに対して、ストレージレベルで数ミリセカンド単位のレスポンスタイムが当然必要になってきます。また、それだけではなくて、メッセージを送れば送るほど、レスポンスタイムが悪化しないように、書き込みに対して十分なスケールアビティの確保が重要となってきます。もう一つが、ゼロダウンタイム。メッセージサービスにとって、サービスの停止はユーザーにとって致命的です。 とは言ってもやはりストレージを運用しているとメンテナンス作業だとか日々のマシン障害っていうのは避けられないことですのでこれによるサービスの影響を避けなければなりませんそのためにストレージレベルでの上昇化とフェールオーバーによるフォールトトレーランスの仕組みが重要となってきますこのような要求を限られたチームメンバーで素早く満たすために 我々はさまざまな OSS を利用しています。サービスの初期の頃に選択したのは Redis と HBase でしたが、現在は必要に応じて MongoDB や Cassandra も利用しています。しかし、今回、メッセージに結局主に使っているものは Redis と HBase なので、この2つに焦点を置いた話となります。 レディスは高速なインメモリのノーエスュールで LINE ではストレージ以外にもキャッシュやーとしても利用されています HBase はディスク継続型のスケーラブルなノーエスュールでサービスだけじゃなくて統計やいわゆるビッグデータの案件にも利用されていますこれらのレディスと HBase を LINE、えー、では適材適所または組み合わせて利用していますもう少しこの2つについて詳細を話します まずレディスですがレディスは、えー、導入されたのが2011年なんですがその時はまだクラスタリングの機能がなかったのでこのような、えー、独自のシャーディドレディスクラスターを作って今まで運用してきましたこれがどういった仕組みかといいますとまず1つのマススタースレ m a、えー、スマスタースレーブのレディスをシャードとして見なしますそして ZooKeeper ーーーに、えー このシャードとキーのマッピングと各 Redis インスタンスはどのサーバーに割り当てられているかといったようなクラスターのメタ情報を ZooKeeper に持ちますそして Redis のクライアントは ZooKeeper にあるメタ情報を参照して直接 Redis のシャードに対してリクエストを投げるという仕組みですまた同時にクライアントは ZooKeeper の方を定期的にポーリングしていて えー、クラスターのメタ情報に更新がないかということをチェックしています。また、えー独自のえー、独立したクラスターマネージャーデーモンというものがいまして、このデーモンがレディス側のヘルスチェックを行って、問題があればその各スレーブを、えー、マスターに昇格させる機能を提供します。このようなシャ a r d i レディスクラスターを使っています。次に HBase。こちらはまあ もともとクラスターを前提として作られているのでそれをそのまま使っています。まあ、同じ絵ですよくある。えー、HBase は Redis と同じマスターワーカー型で、えー、クラスターのメタ情報を先ほどの Redis クラスターと同じように k e キーパーに持っていてマスターがそれを管理する役割を持っています。HBase のワーカー、リージョンサーバーは複数のシャードを管理します。このシャードを HBase はリージョン と呼びます HBase のリージョンの実データは Hadoop の HDFS 上に上調して格納されています。なので HBase のリージョンサーバーは論理的なパーティショニングとキャッシュを扱います。HBase の特徴の一つとして書き込み性能が速いというものがありますがこれはどのように実現しているかというとディスクウェの同期的な書き込みを h ログというトランザクションログへのシーケンシャルライトだけにすることによって実現していますこのようなレディスト h ベースを利用する LINE のデータは大きく分けてこの3種類あります最初がメッセージメッセージボックスオペレーションといったデータですこのオペレーションというのは何かといいますと LINE のサーバーとクライアントの間で状態を同期化するために用意した LINE のプロトコルです。例えばどういうものかというと、メッセージの送信、受信、あとは友達のアイコンが更新されたとか、友達を追加したとか、そういった一つ一つのイベントを LINE ではオペレーションという単位で管理しています。これら三つのデータはイミュータブルな特性があって、 データは最新のものほどよく読まれるという傾向があります。データの機能は全体で数百テラバイトあります。これらのデータを表現するのにレディスをキャッシュとして HBase を永続化ストレージとして利用しています。二つ目のデータはユーザーやソーシャルグラフといったデータです。ラインの場合単純なユーザーテーブルにしても数億レコードありましてソーシャルグラフになるとその 数百倍のレコード数があります。データの規模数は全体で数十テラバイトぐらいなんですけど、先ほどよりは量は少ないんですけど、代わりに重要になってくるのはランダムアクセスの性能です。なので、このメインストレージとしては REDIS を主に使っていて、HBase にも同じデータが上長化されて格納されています。最後が Stats。 サービスの裏側で使っている統計やログデータといったものもわれわれが管理していてデータの総量は現在10ペタバイトぐらいですこれらは主に HDFS に入れてハイブとかでクエリをできるようになっているんですけど必要に応じてインデックスグは必要なので統計用の h b s を立ててそちらも利用していますこ,れここまでが LINE のストレージに関する概要でした 次にサービスの可用性を高めるためのストレージの工夫について紹介します。具体的には3つのトピックを紹介します。まず、Redis と HBase のそれぞれのチューニングについて、2つ目が HBase クラスターの二重化について、最後は Redis と HBase を組み合わせた読み出しの高可要性の実現についてです。まず、Redis のチューニングですが、前提として、 レレジスはシングルスレッドで動作します。それでも LINE のサービスを賄えるぐらい十分に速いですただし特定のノードが障害やスロークエリというものがあるとそのインスタンス全体の性能が、えー、それに引っ張られてアプリケーションサーバー側をブロックしてしまいますこれを LINE 側では何とかしなければならないということでどうしているかというと、えー、問題の検知を先ほどあったクラスターマネージャーデモン そして通知を ZooKeeper を使って素早く行うようにしています。具体的には Redis のクライアントのタイムアウトを待つ前に ZooKeeper を通じて問題のある Redis を検知してその同じクエリを他のストレージにリダイレクトすることによってアプリケーションサーバーをブロックしないようにしています。二つ目に書いてあるのが LINE では Redis の l u a スクリ i ティング機能を積極的に利用しています。 これは、えー、いわゆるスタードプロシージャーのように利用することができて IO のオーバーヘッドを削減したり同じキーに対して軽量なトランザクションをサポートしています。その他、クライアントのコネクションプールの改良とかにも手を入れています。現在のレディスの使用規模はこんな感じです。まず全体で30クラスターを持っていてトータルで4775個の シャードこれは Redis スマスターセレブインスタンスの合計ですそしてトータルで 48TB のメモリを使用していますなかなかメモリストレージでこの量を使ってるとこはないのかなと思ってい,て思っていますまた先ほどシングルスレッドって言いましたように最近のマルチコアの CPU を生かすために LINE では一つのサーバーに複数の Redis インスタンスを動かしています このように多くのクラスター、もしくはその複数のインスタンスの運用を簡単にするために、えー、このような自前のリリースのモニタリング管理ツールを用意しています。レッドハンドという名前です。こちらの画面で、えー、クラスターごとのヘルス状態だとか、メモリ使用率、あとはスロークエリログといったものを素早く確認することができます。このクラスター、ちょっとやばいですね。 どうにかしたいですこのように、えー、レッドハンドがあってまたこちらのページが、えー、クラスターごとのページですこちらののクラスターーごとのページでシャードがどのサーバーに配置されているかといったことも確認できますし、えー、スレーブが問題あったときにマスターに昇格させる機能といったこともこちらで Web のボタンをポチッと押すだけで安全に実行できます。 次に HBase のチューニングです。ある程度大きな HBase クラスターを運用していると、えー、リージョンサーバーでディスクの問題とかでマシン障害が日々発生します。これによるサービスの影響を減らすことがとにかく重要だと思っています。いくつかポイントがありますが、最初のポイントは基本的なコンポーネントの間のタイムアウト調整です。2つ書いてまして、まずズーキーパーとリージョンサーバーの間のセッションタイムアウト。 これはデフォルト60秒に指定されていますが、えー、小さくします。ただ、注意しなければいけない点としては、リージョンサーバー、HBase のプロセスは全て Java で動いているので、フル GC の影響でクラスターから外されないようにすることが重要です。なので、そのギリギリのラインのタイムアウト調整が必要になってきます。もう一つが API サーバー、HBase のクライアントとリージョンサーバーの間の RPC タイムアウト。 LINE では特にこちらを主に小さくしていて、えー、先ほどレディスの方でも似たようなことを言ったんですけど特定の問題のサーバーのリクエストが API サーバーをブロックしてしまわないようにします他の,リクエス他のサーバーはまだ生きている状態なので、えー、このサーバーへのリクエストが他のリクエストをブロックしないようにタイムアウトを短くしますその代わりもし書き込みがタイムアウトしてしまった場合はこの API サーバー自身が ローカルに Q を持っているのでこのサーバーが持ってたリージョンがフェイルオーバーされた後に別プロセスでリトライするようになっています次のポイントはリカバリータイムの改善ですリージョンサーバーがダウンしてしまったときにリカバリーに使われる H ログのトランザクションログの蓄積に注意する必要がありますこれが溜まっていくと えー、リカバリータイムが1000件に伸びてしまうという問題があります。なぜこういうことが起きてしまうかというと、えー、それは HBase の仕組みにありまして、リージョンサーバーが持っている複数のリージョンで一つの共通の h ログにデータ、キーバリを書いていきます。これはなぜかというと、ディスクの飼育の影響を避けるためです。それによって早い書き込み性能を担保しているということです。ただ、えー、そうなってくると、 その特定のサーバーに対して書き込み頻度が異なるリージョンを図の通り配置してしまうとえ全然書き込み頻度がないリージョンに対するえ古い h ログというものがパージされずにどんどん残ってしまうという問題があります。これによって h ログの蓄積問題というのが発生します。これを避けるためにはいくつかあるんですけどまずリージョンの書き込み頻度を揃えてやるということがあると思います。 割り当てるリージョンの書き込み頻度を揃えます、えっと、いくつかあるんですけど書き込み頻度を同じぐらいの量になっているリージョンを特定のサーバーに配置するそれからテーブルを作る前だったらそのリージョンのサイズが同じぐらいになるようにプリスプリットしてやること あとはテーブルのプロパティとしてメムストアのフラッシュサイズを調整するといった方法があります。これが H ログを減らす方法ですけど、もう一つリカバリータイムを自体を改善するためには HBase が提供している分散ログスプリッティング、リプレイといった機能を有効化すれば分散してログのリプレイをやってくれます。最後のポイントは H ベースのデータのローカリティを保つことです。リージョンサーバーに割り当てられたリージョンの実データ H ファイルは、えー、HDFS のクライアントによって同じホストのデータノードにまずレプリカを書きます。なので問題が起きない限りはこのローカリティというものは保たれるんですがしかし障害があってそのリージョンが移動してしまうとそのリージョンサーバーが持ってたリージョンのローカリティが崩れてしまいます。 この図の通り、マシン B からマシン A のデータノードに対してデータ実データを取りに行く必要があります。するとネットワークアクセスが増えて、当然、レスポンスタイムを悪化してしまいます。これを解決してやるためには、HBase のメジャーコンパクションという操作をその対象リージョンに実行することによって、同じローカルのデータノードに対して、コンパクションされた H ファイルが作られます。そうすれば再びローカリティを保つことができます。 このメジャーコンパクションという操作は、えー、HBase のバックグラウンドプロセスなので直接サービスに影響を与えるということはないんですがネットワークや IO を使うのである程度のモニタリングが必要ですこのスケジューリングをどうするかっていうところが HBase の運用していて難しいところかなと思っていますまたもちろん Hadoop や HBase はオートバランサーの機能っていうものを持ってるんですけど少なくとも我々が使っている古いバージョンでは このローカリティが崩れ,ている崩れてしまうのでサービスでは利用していません2つ目の工夫が HBase クラスターの冗長化です LINE の HBase のデータはクラスター2つもしくはつ3つのクラスターに冗長化されて格納されていますこれはなぜかというとまず最初に古いバージョンを使っていて Hadoop1 のネームノードが単一故障点なので それを補うというのが一つです。またそれだけじゃなくて、えー、単一のサーバーもしくは複数台がダウンしてしまったときにもう片方のクラスターで肩代わりさせることができます。また三つ目が結構難しい問題がいろいろあって、えー、HBase 自体やクライアントのいくつかのバグによって HBase の運用者が対応しないと、えー、自動フェイローバーされないという問題があります。例えば 特定のサーバーがもはやサービスができない状態になっているのにハートビートは常にズーキーパーに送り続けてクラスターから外されないという問題がありますこういった時はその担当者がマニュアルで外すとかバランシングをするといったことをしないといつまでたっても問題が継続されてしまうのでクラスターを二重化してその配置をちょっと変えておくことによってサービスへの影響を極力減らしてやることができます 最後に、えー、ルート以下を全部消してしまうというような滅びのコマンドを使っても LINE を崩壊させられないようにしています実際の HBase のクラスターの二重化をどうやっているかというと、えー、単純にクライアントレベルで2つに書いています特にあの更新のないミュータブルなデータであれば書き込みはどちらか片方に書ければ OK でもう片方は えー、レスポンスを待たずに非同期で行います。で、読み出しを行う場合は、両方に問い合わせて返答のある方を変える返すといった仕組みです。3つ目に導入しているのが、えー、読み出しの可用性の向上を Redis と HBase 両方使ってやっているということです。これは普段は Redis プライマリーとして使っているユーザーやソーシャルグラフといったデータに対して、特定の Redis のシャードが リクエストが遅くてタイムアウトしてしまった場合は非同期でリリースと HBase 両方にゲットリクエストを投げて先にリターンがある方を返すという仕組みですはい以上でストレージの可用性を高める工夫を紹介してきました次に HBase に関した開発と運用に関する詳細についてもう少し話したいと思いますまず LINE の HBase に関する環境ですが LINE では複数のバージョンを利用しています。ただメインは導入時に最新だった0.90というかなり古いバージョンです。これにいくつか上位のバージョンからバックポーティングして利用していて、後から導入されたストレージに関しては94、98も利用しています。最新の1.0はまだ検証段階といったところです。90に付属しているレプリケーターというものがすごい不安定だったので、 独自で開発ししたものを利用していますこれがどういうものかといいますと、えー、レプリケーションのソースのクラスターに対する影響をなるべく避けるために独立したレプリケータープロ,スプロセスとして動くものです。また、レプリケーション自体は、えー、何度も話に出てきている h ログというトランザクションログをベースとした仕組みです。3番目の、えー、h ベースに対するベース もしくは他のいろんなストレージを使ってるんですけどそのバッチ処理には幅広くマップリデュースを利用しますどういう処理かというとテーブルのマイグレーションとかストレージ間の不整合の修復とかストレージレビューの分析や統計といったものにマップリデュースを使っていますあと最後が最,新だとあ最近だと Docker を用いて HBase の開発環境をローカルに簡単に作れるようになっています これを用いて開発とテストをローカルで HBase クラスターを Docker 上に立てて簡単にすることができます。ここで HBase のテーブルスキーマの設計の仕方について紹介します。まず基本的な HBase のデータモデルですが、クライアントから見たときは、ロー、カラムファミリー、カラム、タイムスタンプ、バリューといった5つの要素からなる多次元ソーティ当マップです。 各要素は辞書順にソートさされれて格納されます。ただ、ストレージ内部的に見たときには、最初の4つをキー、後ろをバリューとした単純なキーのバリューのペアで格納されています。また、H ベースの特徴としては、1つのテーブルのローに対して a c i d トランザクションをサポートしています。こういったデータモデルを想定した上で、我々がスキーマを組むときに重視しているポイントをまとめてみました。4点です。 まず最初がデータのアクセス単位で1つのテーブル1つのローにデータを収めることが重要ですこれは先ほど言いましたトランザクションの特性に沿ってということもありますが他にもテーブルやローを無駄に増やしてしまうことを比べるとたくさんの利点がありますまず後々リージョンの管理が楽になるということ RPC の回数が減らせるということ HBase 内部のキャッシュを有効に利用できるといった点があります 二つ目が HBase のタイムスタンプを活用することです。我々 LINE では HBase の書き込みはすべて非同期もしくはリトライ処理を含んでいるので、そのそれぞれに同じタイムスタンプを指定して実行すると、結果的に同じ値がストレージ上には格納されます。これによって、いわゆる結果整合性を保つことができます。三つ目がスキャンとフィルターを利用することです。 HBase から複数のキーバリューを取得するときは、ゲットよりもスキャンとフィルターを利用する方がよくて、スキャンで1回の RPC で効率よく取れるようなスキーマ設計にしておく必要があります。最後は HBase のカウンターはなるべく控える方がいいです。HBase は結局ディスクベースのストレージなので、カウンターの操作は非常にコストが高いです。大ざっぱに言うと、 悪い場合だとレディスの100倍ぐらい遅いです。当然、キャッシュに乗っていれば早いんです。HBase のキャッシュに乗っていれば早いんですけど、そのキャッシュ自身は JVM のヒープを利用しているので、そのヒープサイズに限りがあります。スケーラブルではないです。というわけで、LINE ではカウンターは基本的にレディスを利用しています。こういったことをもう少しちゃんと説明するために。 今回スキーマの設計の例として LINE のメッセージボックスについて紹介しますこのメッセージボックスの要件としてはプットの量が多くてゲットの量が少ないという単純な要件ですメッセージを入れる回数は多いんですけどそれを読むときはガサッと読むというようなイメージでいいと思います実際のメッセージボックスのデータにはユーザーが送受信したメッセージ ID をそのチャット別に格納します また、えー、メッセージの未読数、未読件数といったメタ情報を、えー、同じようにチャット別に持ちます。このようなメッセージボックスに対して最初に、えー、我々 h b s にまだ慣れてないときに考えたものが、えー、このようなスキーマでした。3つのテーブル、1つのカラムファミリーを使用して表現しています。今回、えー、カラムファミリーをあえて省いています。最初のメッセージ、メタテーブル。 はユーザーザ ID ID ととチャット、ID、ごとに1つのローを作りますメッセージテーブルの方にはカラムにメッセージ ID タイムスタンプにチャットごとに1から始まるシーケンスナンバーが格納されていますなぜこのタイムスタンプにシーケンスを入れているかというと HBase のタイムレンジゲットという機能をも操作を用いてメッセージ ID のページングを実現しているためです スタートのシーケンスナンバーとと、エンドシーケンスを指定して、その範囲にあるメッセージ ID を取得するといったインターフェースです。そして2番目のメタテーブルの方には2つのカウンターを入れています。ラストシーケンスナンバーとアンリードカウントです。このラストシーケンスっていうものを用いて、最初のテーブルのシーケンスは作られます。メッセージを入れるたびにここをインクリメントして、 その値を入れるという感じです。そしてこちらメッセージの未読件数メッセージが入るとインクリメントされますし読まれるとディクリメントされるというカウンターです左右はリストテーブルこちらはユーザー ID をキーにユーザーが持つチャット ID のリストを表現していますチャット ID はカラムに入れていますこのようなスキーマで数年間メッセージボックスストレージとして運用してきたんですが 運用ししていくにいくくつつにも問題が見つかりました3点挙げますとまず最初の問題がメッセージテーブルのタイムスタンプにやはりこのシーケンスを入れてしまっているのが問題でしたこれは UNIX タイムスタンプではないので H ベースの機能である TTL を使った古いレコードの削除が自動削除ができないといった問題がありましたそこで我々どう対応してたかというと、えー、同じテーブルを いくつも作って4月のテーブル、5月のテーブル、6月のテーブルとどんどん作ってそれを周期的に切り替えることによって古いテーブルを削除していくという大変な運用作業でなんとかカバーしていました2番目の問題はメタテーブルにある2つのカウンター先ほども言いましたように H ベースのカウンターは eMemory のノイズ系と比べるととても遅いですし JVM のヒープを圧迫します実際に問題があったケースとしては 活発なチャットがあった場合にこの部分が原因で HBase 側にホットスポットを使っ作ってしまうという問題がありました最後の問題はこのリストテーブルというデータテーブル自体が冗長であることですユーザーごとのチャット ID というものは最初の2つのテーブルにのローキーに存在しているのでこれをスキャンしてやれば取得可能ですこのテーブルがあるせいで、えー、テーブルサイズが大きくなると持つデータも2倍量に 2倍になりますし、扱うリージョンの数も2倍なので、H ベースの運用が大変になってしまいます。このように V1 のスキーマではさまざまな問題があって、改善したものがこちらの V2 という方です。こちらは先ほど出てこなかったカラムファミリーというものを2つ使って、1つのテーブルで表現しています。最初の ID というカラムファミリー こちらに先ほどのメッセージテーブルに該当するメッセージ ID が入っています先ほどあったシーケンスという概念はこちらでは完全になくしてしまって代わりに H a s e のフィルターとスキャンを利用してメッセージ ID のページングを表現しましたできますまたタイムスタンプには普通のユニ i クスタイムスタンプを入れているのでこれで自動削除はできますまたもう一つのメタカラムファミリー こちらは先ほどあったカウンター2つとも取っ払ってしまってその代わりに入れているのはラストメッセージ ID とラストシーンメッセージ ID チャット別の最後のメッセージ ID とユーザーが最後に読んだメッセージ ID ですねこの2つを使って未読数の計算をできますこの範囲にある最初の ID カラムファミリーにあるキーバリューの数を計算することによってメッセージの未読数を計算することができます これをプットではなくてゲット側で計算することによってストレージ側の負荷を格段に下げることができますなぜならばメッセージボックスの要件としてあった通りプットよりゲットの方が少ないからです、はい、また値,に値は、えー、バリューではなくてタイムスタンプの方に入れていますこうすることによって最新の値が必ず一番大きなメッセージ ID が入るようになっています これがメッセージボックス V2 のスキーマの紹介でしたこのようにスキーマの設計を時間をかけてじっくりちゃんとやってあげれば先ほど V1 であったような数々の運用問題に出会わずにまあ平和に過ごせたんじゃないかなと思っていますなのでテーブルスキーマは重要だなと思っています次に実際の HBase の運用について紹介します まず HBase のクラスターのセットアップにはシェフを利用しています HBase を最初からセットアップしようとすると手作業でやると20ステップ以上あるのでやりたくないですこれはある程度シェフを利用することによって手順を省略しています HBase はコンポーネントの種類で6種類以上あってまた複数のバージョンを我々は利用しているのでそれぞれレシピを書いて管理していますもう一つが日々の障害対応ですが 統計のクラスターはある程度自動化しています。デーモンのストップスタートとか、あとはリージョンの移動もオートバランシングに任せていますが、サービスの方は、えー、そうではなくて、いくつかモニタリングをしながらリージョンの管理作業が必要になってくるので、えー、半自動化といったところです。作業自体は運用スクリプトを書いて、なんとか簡略化をしています。HBase もクラスターの状態を確認できるツールを用意していて、えー こののようなものを用意していますこちらのダッシュボードで全クラスターの一括監視可能で上に赤く表記されているのが現在メンテナンス中にある HBaseHadoop のノードです非常に多くいろんな種類のものがメンテナンスにあると思いますこれは単純なビュアーだけじゃなくてノードのスタートストップとかリージョンの移動といった作業も行うことができます 最後に LINE のサービス規模拡大にか応じてどのように HBase クラスターを拡張してきたかについて紹介します HBase はサーバーを足せば簡単にスケールアウト可能なのでユーザーが増えていく間に何度も私たちはサーバーを増強しましたそしてクラスターの種類も増えました一方でそんな勢いで HBase のエンジニアは増えないのでいろんな運用問題がありましたまず最初にあったのがデータセンターのキャパシティ問題 これは物理的にもうサーバーが置けないという状態になってきたのでその当時あった H ベースのクラスターを半年も時間かけて全体をデータセンターの間マイグレーションして解決しました。もう一つは濃度数が増えていくとハードディスクの交渉頻度が増えてきていて1日あたり23ノード死んでそのために開発の手を止めて対応しなければいけませんでした。 といったように、えー、単にスケールアウトしていくだけでは運用上の効率が悪くなってきたので同時にやったのがスケールアウトですあスケールアップですすみませんまずハードディスク自体をスケールアップした後にその後に導入したのが IO ドライブです IO ドライブによってレスポンスタイムやコンパクションにかかる時間とかそういったものが改善されましたがその他にも運用レベルでいいことがありましたやはりディスク障害の対応の頻度が 格段に減って今まで1日数回だったものが数週間に1回程度まで減りましたしかもこの原因は IO ドライブ以外の部分メモリだとかそういった部分によるものですまたサーバーの台数も2分の1まで減らせました本当はもっと減らせてもいいとこなんですけどこの時ボトルネックになってきたのが HBaseJava なので JVM キープサイズがネックになってきました なので、これ以上減らすことができないのが今使っている HBase のバージョンの問題です。現在の HBase のクラスターの状態ですが、トータルで15個のクラスターを持っています。そして1300台の Io ドライブ、もしくはハードディスクのノードを利用しています。ディスクの使用率は1ペタバイトぐらいですべてスナップや縮して持っています。 また、統計用のハード o o p はこちら単一の一つのクラスターです。ハード o o p クラスターですで。こちらの方は各ノード1から 6TB の12枚のディスクが刺さったノードが動いています。最大で 72TB のデータノードが動作しています。ディスクの使用率は 10PB ぐらいでこちらも SnapP とか FastDiff で縮小して持っています。 最後に今後のストレージレベルでの課題について紹介して終わりたいと思います。今年最大の課題がメインで使っているその古い古い0.90というバージョンを1.0もしくはそれ以上のバージョンに上げることです。これに,とってこれによって我々、いい面がいろいろありますが特にいい面としてはまずリージョンサーバーのリカバリータイムを劇的に減らせます。これは先ほどから出てきている Hlog のいうプレイタイムの改善だとか えー、HBase レベルでのリードのフェイルオーバーができるようになります。また2番目が、えー、このバージョンではオフヒープキャッシュをサポートしていることです。先ほどスケーラービティの課題になってきたてのが JVM のヒープサイズでしたがこれによって、えー、もっとサーバーを減らせるんじゃないかというふうに思っています。最後は Hadoop2 なのでネームノードが単一故障点じゃないというところが嬉しいです。 ただ0.90を1.0に直接アップグレードすることは当然サポートされていなくてこれをどう解決するかというとやっぱりクラスターレベルでのマイグレーションがまた必要になってくると思っていますまたそれだけじゃなくて H ベースのクライアントのバージョンの互換性がないのでこれに対しても対処しなければいけないということでいろいろ案を練っているところですまたその他の課題としては 大きいのは、やはりマルチデータセンターのためのストレージレベルのサポートが重要です。複数のデータセンターにストレージクラスターを配置しておいて、ユーザーの近いところからデータをアクセス可能にしてやることです。そのほか運用ツールの改善だとか、OSS への貢献をもっと1.0に上げてからやっていきたいと思っています。いよいよで私のメッセージングストレージについての発表は終わりです。ありがとうございました。